坂本良はテロリストじゃないけどなんかそういう立ち位置だったんだみたいなそんな見解をどっかで見かけました、ね。体制を揺るがそうとする存在ってのはこういう風な捉え方もできるのか。どっちが正義でね、一概に決まるものでもないっていうことですね。愛国心という言葉であったり概念、抵抗を覚える人もいますよね。でも僕はやっぱり自分の生まれた場所のありがたみを強く感じるようになった。本当にワンチームで日本の国益にかなうようにっていう意 意識がありましたねうん。山根敦子さんや山本勝博さんマサルさんとのやり取りが最近 YouTube で見れなくて寂しいです最近お話しすることありますかせっかく蒔いた種が実るか心配じゃないですかなるほどね種蒔いたんで出して欲しいなと思いますししっかり実って欲しいなって思うんですけど中核をね自分のものにしたいとかね手柄をほごりたいためにやってるわけじゃないもう分かってるんですよその悲劇が本当に大変な社会にま自分も含めて子や孫を巻き込むわけですよ申し訳ないか思えないこんにちは 今回は5月19日の YouTube ライブの様子をお届けします。東京都知事選に出馬表明をして以来、初めてのライブです。それではご覧ください。石橋を陰ながらいつも応援しています。目が離せずにおりました。そんな私のように、東京都民ではないけれども、日本全体の明日を憂い、心臓を捧げる思いを持った人類があまたいるかと存じます。うん、ああ、これもね、さっきのやつですね。お手伝い。 ご支援はまた改めてご案内をさせてください。はい、すいません。歯切れ悪くて。赤スパありがとうございました。初スパが赤スパ。なんと素晴らしい。あ、フロンターレは負けました。そっか。どことやってたんだろうな。あ、ちょっとごめんなさい。他のところにチェックしちいなかった。モー由来の地には革命の結晶板が流れてるんですかなんで結晶板血液じゃなくて。 成分になってますよ。<laughs> 島良太郎以来、維新の風を感じました。頑張ってください。島良太郎といえば、何だ坂の上の雲。ね、あの、坂の上の雲ってどれだ日ちの政のやつでしたっけですよね。あの、海軍の。とは、龍馬が行く。まあ、龍馬が行くか。維新だから。<laughs> でも、あの、なんだっけ何かで見たんだけど、 今の,あの坂本龍馬館って、あの、芝龍太郎のあの作品による創作が結構多いみたいなのを <laughs> なんかで読んで、ちょっとその記事、評価自体が正しいかどうかちょっと僕もそこまで追ってないんですけど、なんかそういう見解を見ました。あ、そういうこともあんのみたいな。まああるか。まああるでしょうね。だってその頃の史実って、ね、今みたいに動画が残ってるわけじゃないですし、 ね、断片的な、ね、それこそ日記とか、あれ、龍馬が、あれでしたっけあの、土佐に、実家に送った手紙とかが残ってたんでしたっけねそれはまあ、そうもあるんだろうな。<laughs> なんだっけな坂本龍馬えなんだっけテ,テロリストじゃないけど、なんかそういう風な立ち位置だったんだみたいな、なんそんな見解をどっかで見かけましたね。まあでもね、対戦を揺るがそうとする存在ってのは、まあそういう風な捉え方も、 できるのかなうん。なんかそういう意味ではあれですね。うん、歴史というものは何とも難しいというか、深みがある。まあ、故に面白いのかなね。どっちが正義って、ね、一概に決まるものでもないっていうことですね。うんうんうん、ね。連邦とジオの話ですよ。毎回それ。<laughs> 静岡県民です。何か協力させてください。意外と近い。意外と近い <laughs> あ、近い。近いか。近いか。どれぐらいかかるんでしたっけ 静岡と東京って浜松いや静岡かあ。静岡県民だからどこかかんないな。<laughs> じゃあまたあのご案内させてください。どうも、太逆ですって来てる。<laughs> いや、本当ありがとうございます。なんかお手伝いの話ですね。ありがとうございます。とにかく今の政治を変えないといけないと。石丸さんを盾にして申し訳ないのですが、担ぐのではなく違うアプローチで魅力ながら伴走します。目覚めを国民。 みんなの力を見せる時です。<laughs> ちょっと危ない人みたいかな。<laughs> うん。はい。<laughs> ありがとうございます。8000円いただきました。ありがとうございます。西丸さんはとても論理的だし、とてもスピーチが上手ですが、どのような通りにもされたのですかおとね、これ、時々聞かれるんですけど、スピーチは、 自分で話してるものを自分で聞く。まずこれです。で、何気ない会話でもいいんですけど、できればプレゼンしてる時の僕がやってたのは、前職で講演をやる仕事だったんですね。なので、その講演、まあ1時間ぐらいかな多いのは、1時間の講演を録音して、で、それを後で聞き直して、まずそれ。で、その時に自分でダメ出しをするんです。 あここが詰まったとか、ここを言いよどんだ。語尾が同じ。毎回思います、思います、思いますって言ったら、ね、語尾を変えようとか。思います、と見ています、考えます、予想します、予想します、見込まれます、見込みます、みたいな。でそれだけでも10や20あるんですよ。先行きのことを語るだけでも。とは、<laughs> あのここちょっと面白いこと言ったのに滑ったとかね。<laughs> そういうのもいちいち全部自分で聞いて、書くと。 で、それを次のプレゼンの時に、公演の時に、ちょっとでも生かそうと意識する。この繰り返しです。本当にね、一朝一夕で身につくものではなかったですね。何年もそれを続けて、ようやく今ぐらいになってます。ただ、やれば大体これぐらいになりますよ、うん。別に特別な能力とかじゃないと思います。自転車に近いです。皆さん自転車乗れる人ばっかり。 大体乗れるんじゃないですか。でも、生まれた時から乗れる人いないでしょ。それゼロだと思います。絶対ね。成長するだけでもダメで、必ず練習しますよね。で、でも、最初の頃はうまく乗れなくて、こけたりするじゃないですか。つど。でも、大事なのは、それで乗,め乗れるようになるまで、ね。練習をやめないっていうことをですね。やめなかったらいつか乗れるようになるんですよね。はい。ということで、その繰り返しが大事かなと思います。 あ、富の方なんですね。ありがとうございます。日本のことを本気で考えていて、それに準じる覚悟、凄みを感じたからです。なるほどね。うん。まあ、日本のことを考えてっていうのはその通りですね。あ、なんかその、なんだろう、愛国心っていうものなんか日本だと、ちょっとこう、アレルギーを持つ人というか、ね、うんな、なんていうんだろうね。愛国心という言葉で その概念を毛、まあ、嫌いまでいかないかなまあでも毛、まあ、嫌いする人もいますし、うん、ちょっと抵抗を覚える人もいますよね、うん、でも僕はやっぱり、うんまあ、小さい頃からっていうのはありますけどやっぱり外に出るにつれ、うん、その自分の生まれた場所のありがたみを強く感じるようになったこれですね。で おそらく海外で暮らしたことある人はそうなるだろうなと思うんですけど。うん。学校、まあ大学とか。でもやっぱり仕事かな <laughs> 仕事で海外に行くと、本当になんか日本の国ってすごいなって、ありがたいなって思うんですよ。で、ね、日本の銀行で行ってて、メガバンク3つとも出てたりするんですけど、でもそこではまあ競争相手では引き続きあるんですが、 一方で、まあ銀行だけじゃなくて、商社とかメーカーとか、あらゆる、その業種、業態が一緒になって、本当にワンチームで、日本の国益にかなうようにっていう意識がありましたね。これは間違いなくありましたよ。うん。なんだろうな、それは、うん。なんかそう、そうしたくなる、なんて言うんだろう、う言えないな。 うん、まあ、まずその、海外に出てる時点で、アウェイなんですよ。<laughs> ね。マイノリティだし。だときに、こうね、みんなでスクラム組んでね、肩組んで、うん、一緒に頑張ろうっていう、まず、モチベーションになってます。だし、さっきの、その、国益というものを、やっぱり自分たちが、うん、それを、に絡まなきゃいけないなっていうね。 いうまあ、うんまあ、ちょっと勝手な思い込みなのかもしれないですけど、そういう意識は相当ありましたね。まあ、だから、日本に帰国した後、うん、東京ではら働いてて、うんね、自分の地元があって、よっしゃ、帰ろうっていうふうに、ね、踏ん切れたなっていうところです。はい、注目度が高く、早速 SNS でもいろんな方が発言されていますは険しいと思いまますすが険ししと思期待しています。 ありがとうございます。初スパです。政治に興味を持てたのは石丸師匠のおかげです。自慢師匠が私の推しです。ビッグサイトで一人で舞い上がってました。めちゃくちゃ応援してます。子供が生まれて、あそうですか。20年後真剣に考えられるようになりました。自慢師匠を見習ってマラソンを始めました。学 <laughs> 校を痛めてしまいました。<laughs> 気をつけて <laughs>。健康第一です。まあでも、多分ね、今お子さんがある方とか、お孫さんがある方は、当然に 20年後、40年後考えますよ、ね、ってか、ね、で、でしょじゃないのか。だって子供も孫もいない僕ですから、こんだけ考えてるんですよ。というか20年、40年後ってまだ全然自分もいますし、まあいないからどうでもいいっていう人もあんまりいないと思うんですけどね。うん、たときに、もう分かってるんですよ、その悲劇が。ね。これ、タイタニックの話したっけなタイタニックが沈没したとき、 まあ氷山にぶつかって沈むじゃないですか。氷山発見して、まあ、回避のね、火事を思いっきり切るんですけど、まあ、ぶつかったと。ぶつかるまで、どれぐらい時間あったと思います知ってます氷山だ危ないってね。その、アラートを出して、そう出して、でも、かわしきれず、ぶつかる。30秒ぐらいらしいですよ。30秒。わーって言ってる間に、 ガツーンとぶつかって、でも、船体に穴開いて、割れたのかな。うん。まあ、沈むのはなんか2、3時間かかったのかな。で、今、30秒よりかはまだ時間ありますよ。うん。が、無傷ではもう回避できないところまで来てますよ。ジェットコースターここまで上がってそこからお落ちないなんてないんですよ。絶対下るんですよ。うん。で、20年後の <coughs> 人口はほぼ確実に当たります。 それこそなんだろうな思いっきり移民が入ってくるとか、でもない限り、うん、ほぼほぼ実現します。たときに、ね、ちょっとでもショックを和らげる体制を取っとこなかったら、本当に大変な社会に、まあ、自分も含めてね、ね、子や孫を巻き込むわけですよ。申し訳ないかか思,、ね、思えないので、ね。というやつでしたあ。せっかく巻いた種が実るか心配じゃないですか。なるほどね。 うん、うん、それはね、種まいたんで、出してほしいなと思いますし、しっかり実ってほしいなって思うんですけど、ただ、えっと、ゴルバジョフが言ってた言葉かなあの、ロシアというかソビエトの。収穫の時自分はいないかもしれない、ね。収穫に立ち会えないかもしれないけど、今種をまこうっていう言葉を彼は残してたらしいです。でもそれが本来の政治家なのかなっていう気がしますね。 ね、収穫さしたいですよ、個人としてはね。うん。でも、なんだろう、それにこだわるのもまた違うんじゃないですか。収穫をね、自分のものにしたいとかね、その手柄を誇りたいのためにやってるわけじゃないので、ね、その、収穫はね、その時の人でみんなでね、また喜び分かち合ったらいいじゃないですか。うん、山根厚子さんや山本勝弘さん、マさルさんとのやりとりが最近 YouTube で見れなくて寂しいです。 最近お話することありますかいや、ないですね。議会のあのやりとり以外って、まあ、接ってないんですよね。6月からは茨城市民として、ああ、応援します。ありがとうございます。えー、茨城に引っ越されるのかな今日、秋田方市、見に行ってきました。なんと、福岡、<laughs> 下道のみで、丸 <laughs> 一日かかりました。そう、かかりますよ。<laughs> よう、行ったな。うん。そうか、ありがとうございます。ね、遠いところ、ありがとうございました。神楽見れましたか春夏秋冬と。 寝るときはマスク、そうそう、喉をね、大いですね。雑にしてあげてさください、おろしいさん <laughs> 他。他の、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 太客を巻き込んできた。<laughs> なお、ここから先は音声トラブルが発生。 最後まで復旧しないままにライブは終了となりました。いずれにしても、秋高田市の公式チャンネルで開催されるライブはあとわずか、今まで通りであれば6月2日と6月14日、その2週間後は東京都知事選が告示となるため、6月中旬がラストライブになりそうです。最後に臨時のライブが開催されるのかなど、秋高田方市長としての石丸市長にも、もう少し注目していきましょう。今後も石丸市長に関する動画をお届けします。動画が良かったという人はグッドボタン。 チャンネル登録をお願いします。